I appreciate 高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能自己紹介の47、私がメソッドを誕生させるまで、生徒さんや保護者様の手紙。この動画では生徒さんや保護者様に送っていただいた愛について説明しています。ご本人に掲載の許可をいただいた上で、個人情報がわからないように年齢や性別、詳細は原文を変えさせていただいています。生徒さんや保護者様からの手紙。先生へ、アトリエ20周年おめでとうございます。2人目の子供が生まれ、娘に寂しい思いをさせているのではないか、自分の好きなことに没頭できる時間を作ってあげたいと思い出会ったのが先生でした。当時娘はまだ幼く、2時間集中できるのか心配したのを思い出します。あれから7年が経ちました。娘は小学校の高学年になり、今も変わらず通っているのは先生のことが大好きだからです。一緒の空間で時を過ごし、作品を作り、先生とお話ししたこと、娘にとって何よりの宝物となりました。先生が娘を受け入れ、理解し、見守り続けてくださっていることを心から感謝しています。そして大きな心で導いてくださるお姿は私のお手本です。どうぞこれからもよろしくお願いします。いいより。私からの返信、いい様へ。長い間通ってくださって本当にありがとうございます。面接の時に小さなお子さんと通うのには距離も遠く、負担も大きいのではないかと思い、近くのお教室もご案内したと記憶しております。がそれから7年、本当に頑張って送り迎えをしてくださいましたね。お仕事がアトリエのある市なので、アトリエのある日はお家から2往復。本当に頭が下がります。クリスマス会のお店屋さんも重い商品を運んでくださって、本格的なお店を開いてくださって嬉しかった。未だにあのお店でお買い物がしたいとお話が上がるのです。うちの食卓にもおじいちゃまが作ってくださった温かみのある食器が置いてあります。展覧会の時には遠方からわざわざお祝いに来てくださるダンディーなおじいちゃまと美しいおばちゃまにお会いできるのも楽しみの一つです。笑顔の素敵ないい様、これからもどうぞよろしくお願いします。ずっとずっと大切に思っています。大好きなあなたへ、いつきより。自己紹介48に続きます。最後までご視聴いただきありがとうございました。イラスト、絵やナレーション高梨いつきでお送りしました。 I appreciate。 じゃあまたね。バイバイ。